なるほどさんが立花さんを支援する理由としてぶっ壊すことを挙げてましたよね。なんだかな、ちょっとなるほどさん残念やな。まあぶっ壊すもちょっとわかりますけどね。なるほどさんは立花さんとは違う、もっと質のいい方だと思ってるのね。まああえて言わせてもらいますと、立花はルサンチマンです。要するに恨みからね始めてる。てか NHK を潰したいっていうのも、NHK でそもそも裏金作りをしていたトップが立花なんですよね。だからそれは卑劣な言動っていうのを私まあ自力で調べて、エラテンさんの本も読んで知ったわけですけれども、もうなるほどさんが批判してられた、リスナーのね、K さん T さんよりもずっと卑劣でどうしようもない人間が立花なんですよ。表面的に見たらね、面白いおっちゃんとかし、あのこう情熱もあるようにね、最初は思ったわけですよ、私も。立花さんは論理と倫理と情熱があるって、これからのヒーローだいう感じでね、ちょっと応援してた時期もあったんですけれども、よくよく調べてみると、立花さんの本質っていうのは恨み、 NHK にね、 NHK に憧れ、 NHK を誇りに思ってる割にね、その根っこにはその NHK にいてた人たちへの恨み事がねあるわけですよ。んで何かと言ったら、 NHK を、年収1000万が人間としての最高基準みたいなね言い方もしますしね。で1000万以下の人間はろくな子供が生まれないとね。それと発展途上国の人たちをポコポコ子供を産むような人たちはこう虐殺というようなこともあるのかなとかね、なんか非常に危険思想をね、ぽい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 言ってるじゃないですか。んで、N 国のその猫を守る党さんも、なんかコメント欄にありましたけどね、税金もらったサークルだと。楽しければいい。そういうようなね、間違った風潮をこう、世間に広めていこうとしてるのが立花なんですね。その辺のおっちゃんでね、NHK 潰すんだってね、わめき倒すんやったら、ドンキホーテ的にね、応援したいというような気持ちもわかるんですけれども、立花はいけません。それも自由ですけどね。例えばなるほどさんお一人が応援したからといってね、情勢変わるわけでもないし、別に気持ち的にはねいいと思うんですけれどもね。その動画を見てね、あ、やっぱり私モデレーターは緩衝材のプチプチだって言ったでしょ。あ、その通りやなと思ったわけ。だからぶっ壊してプチプチもね潰していくわけですよ。で、結構あれストレス解消になるんです。で、プチプチだけで売ってるとこありますからね、なんかプチプチってしてたらなんとなくこう気が休まるっていう一種のね、なんていうのかな、ヨガ的なね効果もあるわけなんですよ。座禅か禅みたいな感じでプチ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 、それもわかるんですけれども、その動機っていうのはね、ちょっともう一つかなと思って。例えば砂場でね、こう一人の子が一生懸命こうお城を作ってるのを、悪ガキたちがね踏み潰していくとかよくあるじゃないですか。そういう感覚って、そういう男の子の感覚としては、こう出来上がったものをぶっ潰すって、なんかスカッとしてね、その男の子ならではの闘争本能とかそういうのをね解消するのにわかるんですよ。でもやっぱり潰されたら困る人たちがたくさんいるわけですよね。でも新たなものを、より良いものを作り上げて、栄枯衰退のように NHK が衰退していくのは OK です。それより NHK よりも良いものがねできるんだったらばね。ですから、私は NHK が将来的にもインターネットだけになって、必然的にアプリ化になって、メディア改革とかその過激なぶっ壊しをやらなくても、NHK はスクランブル化に進んでいくと思ってます、アプリとしてね。で、番組ごとにその課金をつけて、そのいい番組は入金があって予算もつくと、でいまいちな番組はもう予算もつかないというふうにね、もう必然的になっていくと思うんですよ。ですから NHK はあえてぶっ壊すものではない、これは私の意見ですよね。ぶっ壊したい人がぶっ壊してくれる立花さんに、自身を投影してね、代わりにやってくれてるような感じでね、応援するのは自由ですけどね。ちょっとね、幻滅しましたね。せっかくいい動画ずっと上げてはったのにね。ぶっ壊すのは良くないですよ。だからそれだけご自身の中にそのぶっ壊したいフラストレーションとか、
ルサンチマンが溜まってるっていうことを吐露してしまったわけですよね。まあ、それはそれでいいと思うんですよ。そういうことを吐露していくうちに、まあ、違ったね、あの思いが浮かんだり、まあ、方向転換することもあろうかと思いますし、まあ、動画で発散することって結構カタルシスありますからね。こうその辺のストレスとかね、フラストレーションの解消にはね、なると思います。でも NHK はぶっ壊さないで、あのより良い方向に進んでいく方が良いと思います。で N 国はやっぱり潰れる方が、あの世のため人のためになると思います。やっぱりね、あの善が栄えるようにならないと悪ですよ、どう考えても。で立花さんの卑劣なところは、こう前その過去に不倫関係にあったそのアナウンサーの方を、こうその実名のサムネ入りでね、夜の姫事をね、まあ、リベンジポルノしたりしてるわけです。要するにその方の写真を公開した上で、夜の感じは こんなことを言う、あんなことを言うってね、そういうことを言う卑劣な人間なんですよ。そんな人間応援できますか？その他にも、俺は神戸山口組は全然怖ないね、知ってる人間おるからとかね。だからエラゼンさんのことを、嫁や子供もおるんやろ、言ってやったらええねとかね、まあ脅迫教唆のようなこともし続けてこられてるわけですよ。で N 国全体が、あのトップがそれやから、こう何をやってもいいっていうような風潮が生まれて、その N 国の内部でもこう愚かな人たちがね、まあ、暴力的なことをやってるわけですよ。で暴力的なことって言ったら大橋議員だけかと思ったら、その新しい立候補者もこうツイッターでね、暴言吐いたり、自分はバカだけどとかね、なんていうのかな、だからもうお金目当てで、まあ、議員になろうっていう人が大半じゃないですか、まあ、ほぼ全員と言ってもいいふうに、まあ、そのようなね、政党が大きな政党助成金をあの6億ももらって、それでやってることといったら本来は犯罪行為ですよ、逆ですよ。集金人さんはお仕事をしてるだけで、踏み倒してる人たちが本来は悪いんですよね、善悪で言うと。踏み倒してるからあの取り立てが厳しくなるわけで、その取り立てが苦しいんだったらば、まあ、あの弁護士事務所に相談行くなり、でたまにその過激な集金人がいたとしたら警察に行くべきなんですよね。そのような取り立ては恐ろしいと。ただやっぱりあの踏み倒したことは払えなかったら自己破産するなりね、それかもうちょっとずつに分けてもらうとかね、なんなりこう自分自身での知恵があれば解決法があるわけですよ。それが何か、その NHK があの悪魔のように、 NHK が間違ってるかのように NHK をぶっ壊せって、どう考えてもねおかしな論理ですよ。だからどっちが悪かって言ったら、明らかに N 国が悪です、悪党ばっかりです。だって立花さん自身もね、今のポジションめっちゃ儲かるねってね、で政治家辞めたんも、その、 あの刑事告発されて、もしもあの告発されて逮捕されるようなことがあれば政治家辞めますって言い切ってたじゃないですか。その言葉も言ってすぐ後にも自分から辞めてるじゃないですか。でなんやかんや言い訳いっぱいつけてるけれども、要するにいつもこう卑怯なんですよ。こう言われたらこう逃げよっていうのを事前に考えていて、要するにもう丸ごとペテン師、それが立花さんです。そういう方を支持してる、本来真面目な方がそういう方を支持してるっていうのはね、まあ、非常にお気の毒だと思います。まあ、多くのね N 国信者さんももう一度目を見開いてね、まあ、エラテンさんの N 国本をしっかり読まれて、本当にこんな人が政治家でやっていていいのかっていうことをね、あのもう一度考えてほしいなと思います。まあ、政治政党どこを応援しようが勝手ですけどね、私は あくまで N 国暗示として N 国の批判は続けていきたいと思っています。よろしかったらチャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いします。